最高でございます。魔法をかけたようなですね、この連休日和、本当にこんなに気持ちのいいゴールデンウィーク、関東地方久しぶりなんじゃないでしょうか。まさにマジック、5月5日55バニラズマジック。それでは本部長、そろそろ会議の時間です。皆さん今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も悪かった人も明日を良い日にするためにアフター会議を始めよう。スカイロケットカンパニー、明日へののろしを上げるラジオの中の会社、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の花咲美穂です。はい、ということで、本日5月5日火曜日、子供の日ということでお休みの方も多いと思います、ゴールデンウィーク明日までということで、ニュースなんか聞いておりますとですね、だいぶもう U ターンラッシュということでね、昨日あたりもですね、だいぶこう混んでいるということでしたけど、道が。ということで、今日いつもとイレギュラーな生活をなさっててですね、もしかしたら首都圏内でですね、初めてこうスカイロケットカンパニーを聞いてくださってる、家族で聞いてくださってるとかね、恋人と友達と、聞いてくださってる方も多数いらっしゃるとは思いますけども、改めましてですね、スカイロケットカンパニーという、平日夕方5時からですね、働く皆さんの背中を押す番組でございます。ということで、始まってですね、もう3年目に入りましたけどもね、マンボウヤシロと浜崎美穂さんでやっておりますけども、まあゴールデンウィーク中だったりね、昨日も放送なくて4日ぶり5日ぶりぐらいの放送ということで、様々なニュースもねありますし、鯉のぼりのニュースだったりとかね、プロ野球のねニュースだったりとか、いろいろヤクルトスワローズをうちのね、ラジオの前の皆様、初めましての方もね、うちの秘書はですね、きついのヤクルトスワローズファンということで、今年はね今シーズン調子いいんですけども、ちょっとこう負けが少し込んだと最近ということで、今3位で、私の推す、中日ドラゴンズも3位、4位ですか。まあ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 、その辺にいるということで、ただセリーがぐっとね、那須ゲームさんのところにいますし、で今日来たらですね、外にもたくさんの方いるんですけども、ジャイアンツのユニフォーム着てる方、来てくださってる方、お正月以来ということで、今年ので551ですか、あれ、中華まん、大阪の、僕今日自分事ですけども、舞台の初日で今日ずっと劇場に午前中から行って、この後もすぐ行くんですけども、どこで飯食おうと思って困ってたんですよ、3個すぐ食いましたね。え、3個食べてた、3個行きました。でもやっぱり多少のもたれ感半端ないですけど、無言で食べてましたね。めっちゃうまいですね。ありがとうございます。そしてですね、今日お休みということで、いつも来れない方もお子さん連れなんかで来てくださってる方もいましてね、はい、小さい女の子もいて、あーかわいいバレリーナみたいな格好して、おいくつ、2歳で、こちら男の子1歳、そしていくつ、坊やはちょっと大きいね、9歳だね、やっぱ1歳に比べると9歳ってもうかなりヒューマンですね、本当ね。いつもね聞いてくださってんのかな、ありがとう。先ほどもね、女の子ね、2歳の子がね、目の前にいたからね、こう全力でこうガラスにぶつかってみたんですけどもね、ちょっと引いてましたね。そんな中ですよ、昨日のねプロ野球のさっき話もしましたけども、なんかヒーローインタビューだけニュースだと流れるじゃないですか。あれってどういう話の流れで最後のワンシーンやるのかわかんないですけど、だいたい頭とケツやりません？今日はおめでとうございますとか、はい、明日に向かって一言みたいな、なんかあるじゃないですか、ちょうどどの試合だか僕もわかんないうろ覚えだったんですけど、じゃあ最後に、明日は5月の5日子供の日ということで一言お願いしますって言われた選手が、ああ子供に夢を与えるように頑張りますって、いやそれしかないじゃないですか。なんで4月4日5月4日昨日の試合で活躍した選手に明日のことを言うんだと、おかしくないですか。今日の試合で活躍した人に子供の日のことを聞けばいいのに、だってプロ野球選手に子供の日に向けて一言って言われたら一言しかないでしょ、夢を与えるようなという、今の一言ですよね。ねえ、なんかそういうちょっと暴力的な方いる、でもね、そこまでの話の流れは僕は分かんなかったので分かりませんけども、はい、まあ、お子さんの話しましたけど、菅野美穂さん第一妊娠ということで、
ちょっと一瞬忘れちゃいますよね、菅野美穂さん。僕は永遠の心のアイドルなので結婚したということを、うん、上戸彩さんが結婚したことはずっと頭に残ってるんですけどもね、なんか菅野美穂さんだけ忘れてしまう感じがあるんですけど、坂井雅人さんもね、お父様でございますけどもね、あとはね、イギリスのね、あの王女様を、名前シャーロット・エリザベス・ダイアナ、こんなにお姫様な名前あります？浜崎美穂でしょ、浜崎美穂も結構いいですよ、マンボウ八代ですよ。いやだってそれご自分で決めたんですよ。同じ生き物じゃないでしょ、シャーロット・エリザベス・ダイアナです。すごいなと思って、まあ、自分で決めた僕のマンボウ八代でございますけどもね。まあそんな中本当にね、あのいろいろ起きてるんでね、一つずつ行きたいんですけども、ここ渋谷スペン坂スタジオから生放送です今日も。でたくさんの方が本当にもう50人とかでもっと来てくれてんのかな。そんな中すぐ近くにあるね、バンド の, あのライブハウスのところで、ロンドンブーツの、アツシさんが企画しているというか、ずっとやっていますデュアル KB というバンドの無料ライブが、なんと、まあ、夜ですね、普通の本ちゃんのお金取ってライブがあるんですよ、それ8時から。そうじゃなくて、今17時50分から。もうすぐなんですよ、無料ライブがあるということなんでね、ラジオの前の皆様ね、渋谷の近くの皆様、整理券配ってるということなので、ぜひ遊びに行っていただけたらなと。無料ライブなかなかやることないと思いますので、ロンブーの淳さんがやってるデュアル KB というね、無料ライブやっております、スクリーン坂近く で。逆にこれを聞いた関係者の方、それからファンの方々、淳さんにぜひ宣伝したからこっちに来てくれと。せっかくゴールデンウィークですので、淳さんお待ちしてますと、飛び入りのですね、りょうさんはこの番組に来てくださったことありますので、ぜひということでございます。